皆さん、またお目にかかりました。健康ドキなチームデモンストレーターの田原英一です。今日は山本真理子先生が作品展をしている熊城に泊まるためにやってきました。熊城はこの三部総社場前のバス停から路地を入ったところにあります。私も迷ったのでちょっとこの様子を入れながらですね、この路地ですね、この DVD 屋さんの曲がったところの路地のところにあります。はい、このおしゃれな入り口がアートホステル熊城、山本真理子先生が作品展を行っている会場です。三角形のマークが目印です。山本真理子先生の作品展2度目にやってきました。カネライト2台の2度目です。作品展自体は4月22日明日で最後です。まあ、こういった具合で展示をしておりますので、機会がある方、お近くの方はぜひご覧ください。